ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は11月の6日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では T シャツからご紹介いたします。まず AT ボディのヘインズ5050ですね。タグ触った感じ、タグにのりついててコンディションデッドストックで間違いないかなと思います。5050のボディで、白の無地ですね。一番使えるやつかなと思います。夏は1枚で着てもいいですし、これからの時期はインナー使いで着てもいいと思います。G ジャンの下でも映えますし、ネルシャツの下なんかでも相性は良さそうですね。デッドストックでお値段6800円と消費税です。続きましてプリントものいきます。フルーツオブザルームのサイズ表記はラージですね。90年代です。黒ボディで、こちら、モーターサイクルですかね、プリントがされていて、このちょっとサイケデリックな、ピンクと黄色のプリントがされてます。この染め方いいですね。ちょっと古着の、一手間かけてる感じ、結構嬉しいポイントの一つかなと思います。もちろん袖裾はシングルステッチです。ラージ表記で僕がゆったり着用できるサイズ感ですね。嬉しいのがバックプリントもちゃんと入ってますね。クオリティいいかなと思います。お値段の方が、6800円と消費税です。続きましてジョーダンの T シャツですね。タイダイ染めもう一着ご紹介いたします。同じくフルーツオブザルームの90年代、サイズが XL です。白ボディで、パステルカラーのパープルで染められてますね。でフロントに、ジョーダンのひび割れプリントですね。いいひび割れの雰囲気かなと思います。サイズも大きめで後ろは無地になっておりますね。こちらも袖裾シングルのステッチです。サイズ XL なので僕は結構ダボっと着用できそうですね。背の高い方全然着用できるかなと思います。ジョーダンのプリントです。お値段が7800円と消費税です。続きましても遊歩道店から商品を紹介いたします。レイダースのロンティーですね。こちらサイズ表記がラージです。でフラッシャー付きのこちらレッドストックの個体ですね。レイダースといえば黒ボディの個体かなり多く出てくるかと思うんですけど、白ボディ珍しいですね。それでロンティーのタイプです。これ嬉しいかなと思います。黒ボディの方が人気そうなんですけど、白が出ないってなると白が欲しくなるかなと思います。白ボディのレイダースです。サイズ表記ラージ、デッドストックでチーミー全く出てないので、今実寸で 2XL くらいありそうですね。全体的にうっすらシミ汚れとありますが、こちら洗って漂白していただければ全然、落ちる汚れですので、大丈夫だと思います。お値段の方が7800円と消費税です。続きましてお供の T シャツご紹介いたします。タルテックスボディのサイズ表記は XL ですね。皆さん大好きなレイジアゲンストザマシーンの T シャツです。レイジエンジボディでこの定番のプリントですね。バックにもプリントが入ります。タルテックスボディの XL、こちらボディやっぱり大きめなので僕かなりダボってなるかなと思います。身幅ももちろんしっかりありますが、着丈もちゃんと長いボディです。お供物の T シャツお好きな方、どうしてもやっぱり黒だったり白のプリント、もの結構増えちゃうと思うので、これエンジカラーでシンプルなデザイン使いやすいと思います。お値段が 25,800 円と消費税です。続きましてフェイクアルファからコットンシャツご紹介いたします。タグこちらですね、60年代頃ですかね。サイズ表記がミディアムです。でこちら、まだ水通ってないですね。襟にこの紙も残ってるデッドストックの個体です。なので結構ボディ、まだ光沢がありますね。結構光で反射してて綺麗です。で緑と青のストライプ、かなり爽やかなカラーリングですね。でこの上にモヘアカーディガンとかを着ると結構相性が良くおしゃれに着用できると思います。デッドストックでチーミー全く出てないので、ミディアム表記自分がかなりゆったり着用できるかなと思います。お値段の方がデッドストックで 15,800 円と消費税です。続きましてスウェットをご紹介いたします。こちらがヘインズボディですね。サイズ表記がラージです。5050のボディで黒の無地のラグランですね。この辺まだお値段比較的お安めかと思いますが、これ一番使えるスウェットで、年代も、80年代90年代の個体って、これからどんどんお値段リバースイブ同様上がってくるかなと思います。サイズもラージですね。黒ボディでコンディションはかなりいいです。自分がゆったり着用できるサイズ感ですね。ラグランで肩も押してくれると思います。お値段の方が5800円と消費税です。
続きましてもう一着無地の個体ですね。こちらチャンピオンボディです。90年代の青タグ、サイズがミディアムですね。この辺やっぱりスクリプトロゴ入ると思うんですけれども、この前V の完全な無地のパターン、リバースじゃなくても需要は多いかなと思います。袖には C マークがつくタイプですね。でカラーリングがダートマスグリーンです。こちらリバースウェーブと違くて、形僕は断然こっちの形の方が好きですね。身幅もしっかりあって着丈も長すぎないですね。いいサイズ感だと思います。ミディアムサイズでお値段が7800円と消費税です。続いてリバースウェーブ何点か今日もご紹介いたします。まずはじめ90年代のサイズ、ラージアメリカ製ですね。グレーボディでラバープリントが2段です。このプリント2段目結構下の方にあって、これ面白いかなと思います。結構3段プリントっぽい3段目2段目なんですけど、いいプリントの配置かなと思います。グレーボディで全体的にコンディションは良さそうですね。サイズ表記ラージで自分がゆったり着用できるサイズ感です。お値段の方が15,800円と消費税です。続きましてもリバースイーブですね。90年代のサイズ XL アメリカ製です。グレーボディでラバープリント同じく2段ですね。このネイビーと、ターコイズブルーですかね、この色味爽やかでいいかなと思います。こちらうっすらですがフロントの方に多少のシミ汚れがありますが、そこまで目立たない範囲内ですね。リブも全然伸びてないですし、コンディションは、ボディ自体は使用感そこまで多くないかなと思います。肩に1箇所ピンホールがございますね。その分ちょっとお値段お買い得かなと思います。サイズも XL で自分がゆったり着用できるサイズですね。かなりダボっとなるサイズかなと思います。お値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらは90年代のサイズが 2XL ですね。アメリカ製の個体でグレーボディでラバープリントが2段で入ります。この1段目が大きくて、この下に入る2段目の小さ、今日面白いプリント多いですね。で嬉しい袖プリ入りですね。袖にクルーとプリントが入ります。こちらもラバープリントです。で後ろは無地になっておりますね。コンディション比較的綺麗だと思います。このラバープリントなんですけど、伝わりますかね、このプリントの上若干毛羽立ってる、透明で見ると染み込みに見えるようなプリント、雰囲気は染み込みプリントに劣らないかなと思います。サイズが 2XL ですね。自分がダボっと着用できるサイズ感になっております。お値段の方が15,800円と消費税です。続いてこちらが染み込みプリントですね。80年代のサイズがミディアムです。生地感柔らかいと思います。染み込みプリントで1段ミシガンですね。人気なところかなと思います。で後ろはプリントは無地のタイプですね。こちら生地感も柔らかいんですけれども、1点ちょっとペンの、跡みたいなのが1箇所あります。ですがそれくらいですね。他はコンディション綺麗な方だと思います。サイズミディアムで自分が気持ちゆったりするくらいのサイズ感です。女性にもおすすめのサイズ感ですね。これからリバースお探しの方、お早めにどうぞ。15,800円と消費税です。続きまして、90年代のサイズが XL ですね。アメリカ製です。グレーボディでラバープリントが3段ですね。ネイビーのプリントで、このグレーボディで白のカプセルってなんか見かけない気がしますね。でナンバリングは10番です。でこちら雰囲気系ですね。袖口だったりちょっと割れてたりしますね。右側も、多少のすれございますね。ネックも多少伸びててポツポツ、ダメージが所々あるっていうような印象です。後ろはプリント入らないですね。袖口とかも結構ダメージ何箇所かありますが、気にならない方、逆にこれからどんどん穴とかダメージ増やしていって中に黒のロンティとか着てあげるとレイヤード結構映えます。僕は大好きです。サイズ XL で僕はダボっと着用できるサイズ感ですね。値段が15,800円と消費税です。続いてリバースのパーカーですね。皆さんお探しの無地のタイプです。80年代ですね。しかもサイズが XL です。 80s の無地、プリントが入らないパターンで、フロントにワンポイントで C マークが入ります。でフードの入り口結構ポツポツダメージきてます。ここのフードの付け根のダメージだったり袖口のダメージって実は結構着てみるといいアクセントになってかっこよかったりするんですよね。
でさらにこのダメージがあるとお値段も比較的綺麗なものよりやっぱり安く買えるので、ありがたいポイントの一つだと僕は思ってます。合わせてみると首のダメージかっこいいかなと思います。サイズもいいサイズですね。僕はダボット着用できます。お値段の方が 15,800円と消費税です。続きましてブラックのリバーシブご紹介いたします。90年代のサイズ XL ですね。こちらもアメリカ製の個体です。でブラックのボディで刺繍で、青の刺繍でスクリプトロゴが入りますね。でこちら、ネックの部分なんですけれども、この生地が二重になってて、ちょっとレイヤードしてるように見えるようになってますね。スクリプトロゴの個体だと結構リブラインのものとか多いと思うんですが、リブは両方ともブラックです。黒と青の配色結構いいんじゃないですかね。サイズ感も良さそうです。自分がダボット着用できるサイズ感ですね。で全体的にうっすらとした焼け感はありますが、ブラックのサンフェードもかっこいいので、スクリプトロゴ他の人とあんまり被らないと思うので、この辺もおすすめです。お値段が 19,800円と消費税です。続きまして無地のタイプですね。一番人気なパターンかなと思います。タグが90年代のサイズが XL、 アメリカ製です。ブラックでワンポイント C マークがつくタイプですね。コンディションここら辺もうっすらとしたサンフェードはありますが、リブも全然伸びきってないですし、コンディションは良好な方かなと思います。ダメージや、ブリーチ、ペンキなどの汚れは一切見受けられないですね。サイズも XL で特に言うことはなさそうですね。僕はダボット着用できるサイズ感です。でも探しの方この辺結構やっぱりいつでも早い者勝ちだと思いますので、使えます。おすすめです。 19,800円と消費税です。続きましてカウチンを1着ご紹介いたします。フェイクアルファからですね。ボディの色味マスタードいいかなと思います。ジップがこちら CC ジップですね。すいません、タグは欠損します。ベージュとマスタードの切り返しで、この車の、レーシングの、柄ですね。後ろにも入ります。でこの V の字の切り返しおしゃれでかっこいいかなと思います。今でも全然着られるヴィンテージっていう感じですね。コンディションも比較的良好な方かなと思います。でサイズ感もこの辺タイトめなの多いですが、自分がゆったり着用できそうなサイズ感です。こちらのカウチンお値段 29,800円と消費税です。すいません。続きましてショールのニットです。ショールカラーのニット、こちらもすいません、タグは欠損してしまっておりますね。でネイビーカラーで、このボーダーの切り返し珍しいのかなと思います。でこの緑と、ブラウンですねのボーダー、配色も綺麗ですね。こちらおそらく40年代頃の、ウールかなと思うんですけれども、コンディション、年代で考慮すると結構良好な方なんじゃないかなと思います。じゃあ袖の方に若干のこういう汚れがついていたり、多少の擦れだったり、ほつれは見受けられますが、着用に響くようなダメージや汚れは全然なさそうですね。でサイズ感なんですけれども、自分が気持ちゆったりするくらいかなと思います。意外と身幅はあると思うんですけれども、着丈はそこまで長くないので、僕くらいの身長の方まで、着用は全然ゆったりできるかなと思います。お値段の方が、69,800円と消費税です。続きましてブラック357ですね。 BDU です。サイズ表記がスモールレギュラーですね。こちらデッドストックの個体になります。サイズ合う方ブラック357、もう名前がいいですね。バトルドレスユニフォーム、スモールレギュラーだと、自分が着丈若干長いですが、やっぱりスモールいいサイズ感で僕着用できそうです。デッドストックなのでコンディションも言うことなしですね。お値段が、9,800円と消費税です。続きまして、50年代頃のフリースのジャケットですね。こちらもタグはちょっと見受けられないんですけれども、ジップがこちらのジップ使われてますね。シェルが白のナイロンになってて、襟がブラックと、ホワイトと赤、白と赤のラインが入ってて、裏地がフリースになっております。フリースも触った感じかなり程度は良さそうですね。でこの、ラインが、裏地につながっていて、この白のナイロンからうっすらこの見える感じですね。この作り結構おしゃれな作りかなと思います。でリブはブラックで統一されてますね。シンプルながらも一番やっぱりおしゃれな配色かなと思います。白黒赤ですね。50年代らしいカラーリングかなと思います。
サイズ感、自分が気持ちゆったりするくらいのサイズ感ですかね。中あまり厚着するとちょっとピタッとなるかなと思います。50年代のフリースですね。お値段の方が 19,800 円と消費税です。で続きましてエクワックスのゴアテックスパーカーですね。サイズ表記がラージレギュラーになっております。最近この大きめのサイズも結構需要あると思うので、ラージ全然悪いサイズじゃないかなと思います。定番の、カモ柄で、こちら、1点なんですけれども、上の方のジップ全然、開閉できるんですけれども、下の方ですね、下のジッパーヘッドが、ちょっとこの欠損してしまっております。ただジップの開閉自体は本当に問題なくできますので、開けて着るか閉じて着るかは全然問題なく着用できるかなと思います。でその他はシェルの状態もいいので、ゴアテックスもまだまだ雨弾いてくれそうな感じですね。サイズ表記ラージレギュラーで、着丈もレギュラーで長すぎはしないので、僕は着用しても全然おかしいサイズ感ではないと思います。もちろん背の高い方でサイズ合わせて着用してもいいと思います。お値段の方がこのジッパーの分、お安めです。 12,800 円と消費税です。で続きましてもフェイクアルファからですね、ハーフジップのウールのシャツご紹介いたします。タグがこちらについて、サイズのタグも残ってますね。サイズ表記は15です。でハーフジップのプルオーバーのタイプになってて、ジップがボータロンですね。でジッパーエンドがこの字止めになってます。40年代頃の個体ですかね。でグリーンとブラックのブロックチェックになってますね。でちょっとレギュラーだと、結構この辺着づらいって思う方も多いカラーリングだと思うんですけど、このヴィンテージってなると一気に風格が変わってくるかなと思います。ボタンも凝った作りしてて、おしゃれですね。で後ろもコンディションは比較的綺麗な方かなと思います。サイズ表記15で、自分が気持ちゆったりくらいで着用できそうなサイズ感ですね。全部開閉できるタイプではないので、気持ちゆったりくらいのサイズ感で着用するのが今っぽいかなと思います。お値段が 29,800 円と消費税です。続きましてファラオジャケットですね。渋い色味です。サイズ表記が36ですね。このグレーのウール地になっていて、このリブの状態もかなり綺麗ですね。虫食い等も全然ないです。袖のリブも全然問題なさそうですね。でジッパーがこちらのジップついてますね。裏面もコンディションは全く問題なさそうです。ボディも、まだまだふかふかの状態ですね。サイズ表記36で、自分が気持ち肩を落として着用できるくらいの、比較的ジャストなサイズ感になるかなと思います。ファラオジャケットやっぱり着てると一気に、渋くて品格が出るかなと思います。お値段が 25,800 円と消費税です。続きましてヘラクレスのギャバジンのブルゾンですね。タグヘラクレスです。560年代くらいかなと思います。ジップがこちらのボータロンですね。でブラックの色味で、多少の日焼け、日焼けは結構してて、多少のスレがボディにあるかなっていうようなコンディションなんですけれども、着用自体はまだまだできるかなと思います。裏面もですね、同様のコンディションになっていると思います。ただこの肩だけがっつり焼けちゃってるとかでは全然ないので、着用に響くような変な焼け方はしてないと思います。コンディションは綺麗って言っちゃって大丈夫かなと思います。サイズ表記あったとしたら、こちらも38くらいですかね。自分が気持ち肩落として着用できるかなと思います。お値段の方がこちら 25,800 円と消費税です。続きましてスーベニアジャケットをご紹介いたします。こちら A 面がブラウンとホワイトでガントラの刺繍ですね。でジップが、こちらの密林のバタフライジップ使われています。で裏にも虎の刺繍ですね。結構色使いも、いろんな色使ってて綺麗かなと思います。で袖口の方ですね、全体的にうっすらとしたシミ汚れはあるんですけれども、このヴィンテージらしいいい色味かなと思います。で B 面の方がイーグルですね。こちらもいい色使いかなと思います。ブルーのカラーリングですね。イーグルとデューです。こちらサイズがそこまで小さくはないですね。自分だと全然ゆったり着用できそうなサイズ感になっております。ヴィンテージのこの辺のスーベニアジャケットもサイズかなりちっちゃいやつ、僕とかでジャストサイズの個体とか多く出てきちゃうと思うので、サイズ大きめの個体お探しの方はぜひ言っといた方がいいかなと思います。お値段がですね 98,000 円と消費税です。
続きまして、 G ジャンをご紹介いたします。ちょっとちっちゃめサイズですね、こちらケアタグ付きの個体で、サイズ表記はちょっと見えなくなっちゃってますが、赤タブビッグイですね、結構綺麗なビッグイの色落ちしてるかなと思います。袖等も色かなり落ち方綺麗ですね、裏面も色全体的に落ちてはいるんですけれども、まだまだ、色がスカスカではないのでいいかなと思います。襟ポツポツダメージきてますが、割れちゃったりはしてないので、この辺もまだまだ着用できそうですね。サイズこちら32くらいですかね。僕だとちょっとさすがに着用できないかなっていうようなサイズ感ではあるんですけれども、女性だったり、お子さんが着用しててもこの辺かっこいいかなと思います。ビッグイでお値段が15,800円と消費税です。続きましても70505のビッグイですね。こちらもケアタグ付きの個体で、サイズ表記はちょっと見えなくなっちゃってますね。こちら赤タブしっかりビッグイです。先ほどのものより、ちょっと色が濃いかなって思います。で袖口も色の落ち方、ハチの巣もうっすら入ってていい色落ちしてますね。両袖ともかなりいい色落ちしてるかなと思います。で後ろ、当時前のオーナーさんが、ワッペンを貼っていたんですかね、その部分だけちょっと色が、変わっているかなと思います。でこちらも襟がポツポツダメージきてますが、全然割れたりはしてないですね。こちらも36から38ぐらいのサイズ感かなと思います。自分がジャストサイズくらいですね、いいサイズだと思います。こちらビッグイでお値段の方が25,800円と消費税です。続きましてLLB のサンダルをご紹介いたします。こちら LLB のピス入りますね。で内側にこのシールで、レディースなんですかね、ウーマンズと書いてあるんですけど、10ミディアムとあります。アウトソール測ったんですけど、こちら、26-27センチくらいの、足のサイズの方であれば履けるかなと思います。でサンダルなんですけれども、この裏インソールっていうんですかね、この部分がファーになってて、ちょっとあったかい仕様になってます。どの季節で履けばいいのかちょっと自分わからないんですけれども、適切な季節わかる方いればかなりおすすめかなと思います。珍しいものですね。5本指ソックスとかで履いていただければおしゃれなのかなと思います。お値段の方が、お安めです。5,800円と消費税です。続きましてこちらも、珍しい靴ですね。ドクターマーチンのスウェード地のものになります。サイズがこちら10ですね。サイズが。UK の10サイズで、イングランド製の個体ですね。でグリーンのスウェード地、やっぱりドクターマーチンレザースウェードっていうよりかは、スウェードじゃない個体の方が多いかなと思います。で、トゥーの部分なんですけれども、ちょっとシミ汚れっぽい感じで全体的にありますが、ソールほとんどすり減りもないので、まだまだ履いていけるかなと思います。アウトソールも全然すり減り、ね、ないですね。問題ないかなと思います。まだまだ履いていけそうなコンディションですね。履きじわも全然ないです。お値段の方がこちら12,800円と消費税です。続きまして、ラグを1点ご紹介いたします。ペンドルトンのラグですね。こちら、タグがちょっと待ってください、タグ探します。こちらですね、ペンドルトンでタグがついてますね。でネイティブ柄のラグになっております。ターコイズブルーのボディで、この全体的に綺麗ですね。部屋に置いておくとかなりアメリカンな感じに仕上げてくれるかなと思います。ネイティブですね。こちらのマットでお値段の方が、19,800円と消費税です。汚れ等も全然なくて状態は綺麗かなと思います。続きましてパンツをご紹介いたします。これかなりいい色なんですけれども、 WRL の個体ですね。こちらチェーンステッチで WRL コインポケットについてます。でパッチも当然まだ残ってますね。色かなり黒いですね。色落ちも仕掛けてきてる個体なんですけれども、元の色がおそらくかなり黒くて、もうヴィンテージのリーバイスみたいな深い色味してますね。でも、ところどころ若干蜂の巣だったりひげ落ちもしてきてます。この辺加工とかじゃなくて、このリアルな色落ちしてるというのが嬉しいポイントですね。でシルエットも、リーバイスと比べてかなり細めのスタイリッシュなものですね。でジップも、面白いですね。ちょっとグリッパージッパーみたいな形してますね。
でこちら、実寸なんですけれども、ウエストが30インチでレングスが28インチですね。自分気持ちウエスト周りゆったりすると思うんですけれども、スリムな作りになっているので、細身の僕くらいの体型の男性とか、背の高めの女性とかが合わせていただいて、かなりいい一本かなと思います。このデニムの色かなりいいです。お値段が9800円と消費税です。続きましてリーバイスの519ですね。こちら519でジップが、古いジップですね、42タロンのジップ使われています。で色味がネイビーですね。コンディション全体的に結構使用感があって、股部分がコーデュロイ結構擦れてますねというようなコンディションではあるんですけれども、まだまだ履いていけるかなと思います。白タブもしっかり残ってますね。こちら実寸がウエストが32インチでレングスが34インチですね。こちらちょっと僕だと大きいサイズにはなってしまうんですが、じゃあサイズ合う方、レングス長めですがロールアップして履いていただければいいかなと思います。定番のアイテムですが、1本持っておくとかなり便利です。お値段が6800円と消費税です。続きましてリーバイスの501のホワイトデニムですね。こちら501でパッチついてます。501-3232表記ですね。タブもしっかり残ってるアメリカ製の個体です。でこのホワイトデニム、バイヤーの方がアメリカで一回漂白してから持ってきてくれているので、目立つような汚れは全然ないです。もう本当に綺麗なホワイトのデニムですね。裏面も同様です。コンディションは綺麗だと思います。でこちら、実寸なんですけれども、ウエスト36インチ結構伸びてますね。でレングスが32インチです。こちらも大きめに太めに履いて今っぽい感じなんじゃないかなと思います。上にカーハートだったりを合わせてあげれば結構いいですね。お値段の方が9800円と消費税です。続きまして、リーバイスの501ご紹介いたします。こちら、ブルーの方ですね。501でパッチついてます。3332表記ですね。アメリカ製で赤タブもしっかり残ってます。で色、落ちてきてはいるんですけれども、まだまだボディ自体はうっすら毛羽立っている、かなりコンディションは綺麗な個体です。もちろんレングスもオリジナルですね。目立つようなダメージ等は一切ないです。でこのレギュラーのさらっとした全体的に均等に落ちているような色味、結構今っぽくておしゃれかなと思います。実寸がウエスト31インチのレングスが30インチですね。細身の男性だったり170センチ前後の男性ハマるサイズかなと思います。9800円と消費税です。続きましてカラーデニムご紹介いたします。ブラウンですね。リーバイスの501です。で後染めのタイプで3032表記です。もちろんアメリカ製です。でデッドストックなのでフラッシャーとシールもしっかり残っていますね。もうコンディションも、特に言うことはないかなと思います。アメリカ製のこのカラーデニム、いろんな色があると思うんですけども、どっちかというとこういう淡い色だったりちょっと渋めのカラーリングの方がこの辺やっぱり履きやすいのかなと思います。落ち着いたブラウンの色味ですね。3032で15,800円と消費税です。続きまして、こちらもデッドストックですね。リーバイスの550です。ジップが YKK ジップ使われていますね。で550のウエスト38インチのレングスが30インチですね。パッチでもメイド USA の表記しっかり読めます。でこちらもフラッシャー残ってて、ルーズのシルエットの紙も残ってますね。この550って品番、うちあまり入れる品番ではないので、かなり入ってくるのも珍しいのかなと思います。後染めの、タイプなのでスーパーブラックですね。サイズ合わせて履いていただければ鬼ひげになりますし、このテーパードが効いた緩やかな、ゆとりのあるシルエット、大きめに履いていただいても履き込みはいい色落ちしてくると思います。スーパーブラックっていうのがいいですね。裏面も真っ黒のコンディションです。保管時の焼けや汚れも一切見受けられないですね。こちら実寸が変わらず3830なので、僕レングスはちょっと長いくらいなんですけども、ウエストを僕はギュッと絞っていただければテーパードでいいシルエットになると思います。お値段がデッドストックで29,800円と消費税です。続きましてリーバイスの501の先染めブラックですね。先染めのタイプです。このステッチの色、先染めですね。501です。
でパッチ残ってます。3432表記、いいサイズですね。アメリカ製の個体で先染めのブラックです。で全体的にフェード感ありますが、このステッチのオレンジが生えてていいですね。で実寸こちら、ウエストが1インチ縮んでて、ウエスト33インチのレングスが32インチです。こちらも僕ゆったり履けるかなと思います。ベルトで縛って履いてもいいですし、サイズ合う方にももちろんおすすめのデニムです。先染め501がお値段12,800円と消費税ですね。続いてもう一本ご紹介いたします。501の先染めブラックです。こちらのサイズちょっとパッチ落書きされちゃってますが、3230表記ですかね、元は3230表記だと思います。しっかりアメリカ製で赤タブも残ってます。こちらも全体的にフェードはしてるんですけれども、まだまだ毛羽立っている、いいコンディションかなと思います。レングスもオリジナルですし、サイズ合う方おすすめです。今日2本あるので、サイズハマる方選べるかと思いますので、先染めのブラックおすすめです。お値段も最近どんどん高騰してるみたいで、実寸3130かなりいいサイズだと思います。お値段の方が12,800円と消費税です。お安いと思います。続きましてディッキーズのアメリカ製のデッドストックですね。こちら色味がグリーンです。ジップが、ボータロンのジップ使われていますね。古いタイプです。でこちらアメリカ製の個体ですね。こちらにピスネームがついて、ベルトループが細いタイプになっております。でウエストがニック32表記ですね。フラッシャーしっかり残ってる正真正銘のデッドストックです。ウエスト29インチ、ちょっと入らない方も、ここの、ステッチほどいてあげればウエスト30インチぐらいまで調節できますので、30インチで合わせてあげてももちろんいいと思います。ニック32表記で、僕が、ロールアップして履けばいいサイズ感になるかなと思います。ディッキーズのこのオールドのタイプデッドストックから、この綺麗な状態からワークパンツを下ろすというのもいいと思います。お値段が、お安いですね。7800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのデニムを、ご紹介いたします。めちゃめちゃいい色ですね。これめちゃめちゃいい色ですけれども、501の、66の前期です。しっかり501ですね。トップフライボタンです。でパッチも残ってます。3436表記ですね。でこちらポケットラシングルで、赤タブはスモール E ですね。でこの色ですね、ヒゲもしっかり入ってて濃淡の出てる、このザラつきのある縦落ちっていうんですかね、僕めちゃめちゃ好きな色ですね。でサイド耳のあたりもしっかり出ててっていうようなコンディションです。で耳の部分ですね、ちょっとスレというか小穴が1箇所あって、でこちら両足ともレングスが上がっちゃってます。ただオリジナルのレングスだと36表記かなり長いことになると思うので、裾上がっててこの長さで履けるっていうのもいいのかなと思います。でシングルステッチで上げられちゃっているので、もしあれだったらちょっと一手間かかるんですけど、チェーンで入れ直していただいて当たりが早く出るようにしてあげてもいいと思います。で後ろもですね、かなりいい色落ちしてるかなと思います。先ほどの耳横の1箇所と裾上げの部分以外は本当に目立つようなダメージ等もなく、コンディション綺麗なデニムを探しの方多いと思いますの でダメージの少ないこういういい色落ちしてる個体って本当に数少ないので、お探しだった方サイズハマればぜひおすすめの1本です。こちら実寸がですね、ウエストが33インチでレングスが31インチになっております。かなりゴールデンサイズの1本だと思いますね。もうこの色、ドンピシャで好きな方いると思います。このダブル X だったりビッグ E とか年代の古い個体になると、こういういい色落ちの個体って本当に、すごいお値段張ってしまうと思うんですけれども、この66の前期だからこそ、まだまだこのお値段でお買い求めいただけるのかなと思います。決して安くはないですけど、ヴィンテージデニム E1 本としてはかなりいい、コストパフォーマンスはいいのかなと思います。59,800円と消費税です。週末ですね、遊歩道店が、ダービーオブサンフランシスコ一気に出しますし、本店でも、結構クオリティの高いヴィンテージの商品を出そうと思っておりますので、ご期待ください。よろしくお願いいたします。